あなたが運転手に道を教え始めたから、私の家に近づいてしまった。あの薬屋の角を左に曲がると車もすぐ止まり、私は降りる。ルームライトにぼんやり、あなたの横顔が見える。そのせいじゃなく疲れてるみたい。車はこのままずっと走り続けてはくれない。私の家に近づいてしまった。あの薬屋の角を左に曲がると、車はスピード緩め、私は降りる。忙しさがすっかり、あなたを疲れさせてしまい、もう話すことさえ辛いんだなんて。あなたが私の手を軽く握ってくれる頃、私の家が近くなった。この薬屋の角何回曲がっただろう。車はもうすぐ止まり、私は降りる。ルームライトにぼんやり、あなたの横顔が見える。もう送られることにも慣れてしまった。